1885年、18人の若き法律家たちにより、東京神田錦町にイギリス法律学校が創設されました。その理想は高く、イギリスに学び、未だ法典のない日本の独立と近代化には法知識の普及こそが不可欠だと確信し、司法制度の改良を目指しました。実地応用の層を養う、この見学の精神は現在も脈々と受け継がれています。そして創立20周年を迎えた1905年、校名を中央大学に改称、後に6学部を要する総合大学へと発展しました。1926年に神田錦町から駿河台へ校舎を移転した際に建築された博門、中央大学の象徴ともなっているこの歴史ある博門は、言葉として時に中央大学の呼称として使われることもあります。創立から125年以上の歴史を持つ中央大学は、創立以来実学重視の教育を貫いています。実践を重視した教育方針で、さまざまな分野で活躍できる人材を育成しています。行動する知性、中央大学。中央大学には4つのキャンパスがあります。多摩キャンパスは東京ドーム11個分の広大な敷地に、法学部、経済学部、商学部、文学部、総合政策学部の5つの文系学部があり、およそ2万人の学部生が学んでいます。そして後楽園キャンパスは、地下鉄、JR の鉄道5路線からアクセスできる抜群のロケーションに位置し、理工学部の学生が学んでいます。その他、市ヶ谷キャンパスと市ヶ谷田町キャンパスには、専門職大学院のロースクールとアカウンティングスクールがあります。多摩キャンパスを紹介してくれるのは、商学部会計学科の内山さんです。ではここからは内山さんに案内してもらいましょう。こちらは中央大学多摩キャンパスです。私が今立っているのはグリーンテラス、あちらをご覧ください。モノレールの駅と直結していて、駅から徒歩0分、アクセスのしやすさも私のお気に入りです。それではご案内します。ここセントラルプラザは多摩キャンパスのほぼ中央にあたる場所です。天気のいい日には昼休みにここでランチをする学生も多いんです。セントラルプラザの右側にあるのが中央図書館。大学全体でおよそ223万冊の蔵書があり、全国の大学の中でもトップクラスの規模を誇ります。この豊富な蔵書すべてがデータベース化されていますので、インターネットを通じてパソコンや携帯電話から必要な本が見つけられます。そしてこちらがカフェテリアやレストランなど学生食堂が揃ったヒルトップ。1階から4階までバラエティに富んだ安くて美味しいメニューを楽しめる10の店舗が入っています。食堂以外にも美容室や住まいのあっせん、旅行カウンターなどがあり、キャンパス内でほとんどのことが済ませられるようになっています。そしてこちらが学生研究棟、炎の塔。各種難関国家資格取得を目指している学生が集まる専用施設です。炎のように燃える情熱を込めて勉学に励めるようにと、炎の塔と呼ばれるようになりました。難関国家試験において数多くの合格者を輩出しています。
300人から600人を収容できる8号館大教室棟を抜けると、正面に見えるのが2200人を収容できるクレセントホール。そしてクレセントホールの脇にあるのがとても居心地が良い緑の丘、学生たちからラバーズヒルと呼ばれている場所です。みんなお弁当を食べたりして、学生たちのお気に入りの場所になっています。陸上競技場や体育館、ラグビー場など体育施設もとても充実しています。その他、茶室や課外授業などで使用されるシースクエアなど充実した施設でキャンパスライフをサポートしています。駆け足で紹介してきましたが、浜キャンパスには他にも魅力的な場所がたくさんあります。皆さんもこの多摩キャンパスで楽しい学生生活を送ってみませんか？それでは後楽園キャンパスを紹介してくれる石川さん、お願いします。はい、こちら後楽園キャンパスです。後楽園キャンパスは私、石川がご案内いたします。理工学研究科応用科学専攻の石川さん、普段は研究室で研究に没頭している彼のお気に入りの場所を中心に紹介してもらいましょう。ここ後楽園キャンパスは都心にあり、アクセスがとても良いのが特徴で、およそ4000人が学んでいます。では僕のお気に入りの場所をご紹介いたします。こちらが2011年に完成した2号館です。次世代の教育・研究を支援する設備を備えています。また女子学生が快適に過ごせるように配慮しており、このパウダールームもその一つです。そしてなんといっても後楽園キャンパスといえば研究室。この2号館を含め後楽園キャンパスには研究室がなんと100以上もあるんですよ。石川さんもこの研究室で学んでいます。その他の研究室も少し紹介しましょう。最新の設備が充実した研究室で学生たちが日々学んでいます。ここは6号館にある図書館。理工関係の専門書がとても充実しています。多摩キャンパスと同じく図書館ネットワークで探している本もすぐに見つけることができるんですよ。そしてここは3号館1階ロビーです。天井が吹き抜けになっていて、とても開放感のある空間になっています。隣にあるのは学食 C 級部。この場所はいつも学生でにぎわっています。ではちょっと気分を変えて外に出てみましょう。ここは3号館5階屋上庭園です。研究は室内にいることが多いので、たまに息抜きに来ています。見てください、ここからの景色はとてもいいんですよ。ここ後楽園キャンパスには専門職大学院のビジネススクールもあるので、いろんな人が利用するコミュニケーションスペースとなっています。3号館を出て中庭に向かうと多目的コートがあり、学生の空き時間の良い気分転換の場になっています。皆さんもこの後楽園キャンパスで楽しい学生生活を送ってください。自ら考える力を身につけ、社会の問題に立ち向かう。実学の精神を身につけ、さまざまな分野で活躍していく。現代社会の問題を法律を軸にして解決に導く。求められているのは自ら考える力。そんな力を養えるのが法学部です。
1885年の創立以来125年以上の歴史を持つ法学部は、実践的な教育方針で日本の第一線で活躍する人材を多く輩出し続けています。第一線で活躍する実務家による授業は、実学の精神に基づいた実践的な授業として1年次から取り入れられています。また将来法律の専門家を目指す学生を対象に、実践的な法律運用能力を養うためのプログラムも設けています。さらに大学院進学を希望する学生に対して3年次早期卒業制度を用意しています。そして積極的に議論し問題解決能力を身につける場が、この少人数制のゼミです。ディスカッション主体の授業で問題発見、分析、考える力を伸ばします。ここ炎の塔は、法科大学院進学や国家試験合格を目指す学生が集まる施設です。ここでは学生の目標をサポートする課外講座が開講されるなど、同じ目標を持つ学生同士がお互いに切磋琢磨して修練する場となっています。学内のサポート体制と学生の努力は、このような実績として現れています。法学部には将来法律の専門家だけでなく、企業の中で法律の知識を生かしたい人、国家公務員や国際舞台で活躍したい人、ジャーナリストや研究者など様々な分野を目指す人たちもいます。このような人材を育成するための講義や少人数での演習なども充実しています。就業体験を通じて学習意欲をさらに向上させるためのアカデミックインターンシップ、国際、行政、NPO、NGO、法務の4分野で実施しています。国際機関や法律事務所など個人単位の申し込みでは受け入れられにくい実習先に行くことも可能です。そして法学部独自の奨学金制度、やる気応援奨学金は、年間100名以上の学生が利用しています。海外留学や社会活動など学生のやる気を応援しています。頑張る人をしっかりとサポートする環境と、実学精神に基づいた実践的な授業内容、高い志を持って目標に向かって進む学生たち、それが中央大学法学部です。今日のグローバルな現代社会で、日々さまざまなニュース、出来事を耳にする。経済というキーワードから紐解くと、複雑に絡み合った現代社会の明日がもっと見えてくるかもしれない。テレビやインターネットで日々目にすることができる世界のニュース、当時の私にはわからないことがいっぱい。どうしてそうなるの？なぜ？そんな疑問を解決し、自分もその中心にいるような人になりたい。これが経済学部を選んだ理由です。一言で経済といっても、その範囲はとても広いのですが、4学科、8クラスター、そしておよそ60にも及ぶゼミにより、自分の学びたい分野を勉強することができます。ゼミによる授業では先生との距離が近く、さまざまなことを学んでいく上で力強くサポートしてもらえます。1年次に基礎科目を学び、自分の興味のあるテーマを見つけたら、2年次からクラスターと呼ばれる専門分野の科目群を選択することができます。3年次のゼミではより専門的な知識を身につけていきます。そして正規の授業科目として全国の大学に先駆けて導入されたアカデミックインターンシップ制度、これは企業などでの就業体験のことで、実際の仕事の内容を体験できる制度です。
6分野19コースが準備されています。2014年度から開校する海外インターンシップでは、海外経験豊富な講師のもと、英語力や海外のビジネスシーンで求められる社会人基礎力などを授業の中で身につけます。世界経済を把握する上で、英語やその他の外国語を理解することはとても大切なことだと思います。 TOEIC は年2回受けることができ、自分の実力を把握しながら学ぶことができます。そして外国人講師による授業や遠隔授業システムでの国外大学との交流など、国際的な感覚を養える授業で私たちをサポートしてくれます。さらに夏休みを使って海外に行くゼミもあり、そこでの経験がその後の国際感覚に大きな影響を与えてくれます。ではここでゼミで海外経験をした増田香織さんにお話を伺います。普通の大学の授業ですと、やっぱり机に向かって教授の話を一方的に聞くということがあると思うんですけれども、私が所属していた林ゼミでは、実際にラオスという発展途上国に行って、自分たちの目で確かめて肌で触れて、現地に行かないとわからないことを実際に知ることができました。やっぱり貧しいから幸せじゃないというのではなく、ラオスの方たちみんな明るくて幸せそうで、それが実際に現地に行ってみてイメージが変わった部分です。まだまだ学ぶことはたくさんあると思いますが、経済というキーワードからさまざまなことを理解し、自分から行動する力がついてきたような気がします。グローバルな目線でこれから社会に出て活躍していく準備が整ってきたという実感が湧いてきています。世の中にあふれているもの、人々に求められるヒット商品やそれらを取り巻く環境、経営やマーケティング、会計、ファイナンスなど、さまざまな角度から社会を支える人材を実学を重視する柔軟な授業形態で育成していく。僕がマーケティングという言葉に興味を持ったのは高校2年生の頃でした。世の中に流通しているいろんなものがどのようにして世の中に出てきているのか、面白いネーミングの商品やヒット商品が生まれる理由を知りたいと思いました。大学に入ってから気がついたことは、さまざまな要素が絡み合って世の中に出てきているということ。学んでいくうちに勉強したいことがもっとたくさんあることに気づきました。商学部は興味のある科目を自由に選択できることが大きな魅力です。商学部には経営学科、会計学科、商業貿易学科、金融学科の4つの学科があり、実学を重視した専門知識を重点的に学べる授業が行われています。会計学科はその名の通り、会計のプロフェッショナルを育成する学科です。企業の真実の姿をつかみ、有用な会計情報として的確に表現する力をつけます。そしてここは学部の授業とは別に資格試験の学習ができる経理研究所、公認会計士を目指す人たちに最高の学習環境を提供し、専任講師は全員中央大学を卒業した公認会計士で構成されています。公認会計士合格者の中で現役大学生の比率が高いのも商学部の特徴です。そしてこちらは僕が在籍する商業貿易学科、マーケティング、流通、国際貿易やビジネス英語といった企業活動に関する科目を幅広く学んでいます。こちらは国内でも数少ない金融や財務のスペシャリストを養成する金融学科です。身近なことから国際的な問題まで、重要な役割を果たすお金の知識を磨くことができます。そして経営学科では、
経営に必要な多様な知識が学べます。僕は将来起業家や経営者になるために3年次からは経営学科のゼミを選びました。学科に縛られない自由なゼミの選択が可能なので、マーケティングの他に経営も学べて最高です。その他、少人数で行われるゼミでは商品ネーミングについて学ぶ授業や、身近に感じるテーマに沿った興味深い内容で、学生たちは活発に意見交換していきます。それはあんまり90年代の主導で、キャリア教育に力を入れているのも商学部の特徴の一つ。2014年度からは1年次生を対象に、民間企業での取り組みを実体験するキャリア教育科目ビジネスプロジェクト講座を開講。次世代のリーダーとして活躍できる人材を育成しています。韓国映画ってどうやって、実学を重視した授業形態で、専門知識を学びながら興味のあることを自分で選択できる自由度、自分が社会に出る時の姿を具体的にイメージできる、これが商学部の魅力です。自分の発見が誰かの役に立つ、私の研究成果が社会に還元される、ワクワクするような新しい発見で世の中に貢献し未来を創造する、そんな夢を実現する可能性を秘めているのが、ここ理工学部後楽園キャンパス。4000名以上の学部生が通うこの学び屋は、東京ドームを間近に望む好立地。この理工学部は10の学科を持っています。さらに卒業後大学院に進学する人が4割ほどいて、同じ後楽園キャンパス内で学んでいます。こちらは研究室。それぞれの研究活動に必要な施設が整った研究室はなんと100以上。このような充実した環境で研究活動をバックアップ、国内トップクラスの学会発表数が研究の成果を裏付けています。そして理工学部には科学技術界の第一線で活躍している先生がたくさん在籍し、夢を叶えるための研究活動を強力にサポートしてくれます。このような恵まれた環境で学べることをどう感じているのか、在学生に聞いてみました。中央大学の理工学部にはかなり有名な先生もたくさんいらっしゃっているので、授業でも自分が実務の中でどのようなことをしていたのかとか、あとは海外での経験であったり、そういったことを授業の中でふんだんに話として盛り込んでくださるので、とても楽しい授業を受けることができました。この大学に入学する前は教授って聞くとすっごい遠い存在だというふうに感じたんですけど、実際に入学してみるとすごいいろんな面でサポートしてくださったり、すごいとても距離が近く感じます。日本国内のみならず世界へ目を向ける人材を育成するために、外国人講師による英語での授業にも力が入れられています。バイオメカトロニクス研究室でロボットを研究している岸さん、英語の授業はどのように役立っていくと考えているのでしょうか。そうですね、授業等でも、英語に関しての授業というものはたくさんありますし、あと授業で自分たちが発表、英語で発表するという機会もたくさんあります。それで自分の夢としてはやはり世界に行って、日本国内だけじゃなくて世界のいろいろな人たちの価値観とかを、自分の価値観とかをぶつけ合って自分の実力も含めて試し合っていきたいと思います。将来の目標はですね、事故などない全くゼロの社会にしたいと思っています。
地震や交通事故によって悲しむ人というのをテレビの報道などでもたくさん見てきました。なので私はそういった悲しむ顔というものの一切ない、でさらには笑顔にあふれるような、そんな社会の基盤を作っていきたいと思っています。本をたくさん読んでいるうちに、物語だけじゃなく、物語を書いた人はどんな人だろう、どんな時代背景があったんだろう、もっと詳しく知りたい。そんな理由で私は文学部を選択しました。僕は日本の歴史に興味があり、将来博物館で働きたくて文学部を選択しました。日本の成り立ちや世界との関わりが少しずつ分かってきて、毎日充実しています。文学部人文社会学科は13の専攻に分かれています。600以上の専門科目を設置しており、自分の所属する専攻分野以外の科目も幅広く選択できる自由度の高いカリキュラムとなっています。また実践的な少人数教育を通して主体的に学べることも文学部の特徴です。1年時には大学生の基礎という授業でレポートの書き方や調査方法なども身につけます。2年時以降は柔軟性の高いカリキュラムを生かして学びたい分野を追求していくことができます。私の場合は英語文学文化専攻なんですけど、あとはフランス語とか、あと心理学と教育学について学びできました。文学部って例えばその歴史って言っても、日本史、東洋史、西洋史って言って結構幅広く選択ができて、専攻の垣根も低いので、例えば日本史の専攻しつつ東洋史だったり別のその語学の勉強も結構自由にすることができるんで、幅広いその学習をするっていうのに適している学部である。各専攻には貴重な資料や文献が多数所蔵されている研究室があり、学生が教員に気軽に相談しながら学べるのも文学部の魅力です。また学外での調査活動、フィールドワーク、留学も多くの学生が経験しています。3年生になって考古学演習っていう科目で、その実際に発掘現場の体験ができるっていう科目があるんですけど、発掘現場に行ってこう掘ってみると、やっぱり昔の人たちの生活の痕跡っていうのがその直接肌で感じ取ることができるっていう魅力があると思います。私イギリスに行ってきたんですけど、そのイギリスとアメリカの英語の違いとか、あとイギリスの中でもアイルランド語とかでだいぶ違うっていうのを感じました。今教職を取ってるので、その授業も生かして、海外で日本語を教えられる先生になれたらなと思ってます。文学部で取得できる資格は教員免許、学芸員、社会教育主事、司書、司書教諭の4つ。2年次から履修できて、毎年250名以上が資格を取得します。で、僕は歴史、例えば博物館みたいなところで将来勤務したいと思ってますので、やっぱり歴史の幅広い知識をこうやってどんどん吸収して、人間が昔どんなこういう生活をしてて、今こういうこれそれが今の現代のこういうことにつながっているんだっていうのを、ちょっといろんな人に幅広く伝えていけたらいいなって、そういう仕事ができたらいいなと思って今勉強中です。高い志、
モーラ、国際性、行動力、自由、コミュニケーションの創出。私たちが生活する現代社会は、いろんなもの、出来事や問題が複雑に絡み合い、これからもより複雑化していくでしょう。そんな中、社会に求められていることを提案し、実践、問題解決できる人材が求められています。個人の力だけでは成し遂げられないことを、人とのつながり、コミュニケーション能力で成果を出す、さまざまなタイプのリーダーを養成する、それが総合政策学部です。総合政策学部で学んだ経験などを在籍する学生に聞いてみました。トップバッターは政策科学科、菅原さんです。総合政策学部はさまざまな分野の先生方が充実していて、いろいろな学問に触れる機会がすごい多くある学部で、先生に気軽に質問に行ける環境が整っています。何かこう問題があった時に、それを解決するためには一つの視点だけじゃダメで、さまざまな角度からアプローチできて、それが政治であったり経済であったり、それを吸収して自分の中でこれが答えだっていうのを作れる環境が整っているのがうちの学部だと思います。さまざまな学問に触れることができる総合政策学部、外国語の授業についてはどうでしょうか。1年間のアメリカ留学から帰国したばかりの町山さんに話を聞いてみました。はい、私が取ってたのは韓国語なんですけれども、その韓国語の授業でも韓国から来た先生が実際に語学を教えてくださったり、と英語の授業であってもその英語圏から来た先生が実際にネイティブスピーカーの方が教えてくださるので、実際にあっちに行って勉強するのととても似たような形式でやってくださるので、それらの授業がとてもためになりました。私が一番感じたのは言葉の壁もそうですが、それ以上に文化の壁をすごく感じて、言葉が重視されがちだけど、文化とかそういう人間性の方がコミュニケーションには大切なんだなって思いました。将来の夢は人と人とをつなぐ架け橋のような存在となることだそうです。在学生最後のインタビューは、自身でライフというサークルを立ち上げ、アフリカ・ザンビアの支援をする丸山さんです。大学の春休みを利用して2週間ザンビアに行ってきました。ライフで初めに目標にしてたことは学校の改築だったんですけど、貧困の中にも豊かさがあって、そういった笑顔っていうのを見てきて、自分たちがやることはもっと他にあるんじゃないかなっていうことを感じました。で、貧困の根深さっていうのを見て、そういったことを解決するためにはどうしたらいいかということを考えるようになりました。高い志を持った在学生たち、では卒業生の先輩たちはどうでしょう。2008年卒業の大久保さんにお話を伺いました。具体的に僕がやらせてもらったことでいうと、戦争体験された中央大学の先輩に、お話を聞きに行って、それを文章にまとめるという活動を、ジャーナリズムの専門の松野先生という先生の下で活動させていただきまして、今思うとこれは学生だからこそできた活動だなと感じています。やらせていただいた取材活動を通して、人の話を聞くことが好きなんだなということに自分でも気づけて、それが今の仕事にもつながっていると思います。これから総合政策学部に入られる皆さんも、自分から行動さえすればそれを受け止める環境は整ってますので、必ず卒業までに何か見つかると思います。恵まれた環境で学ぶことができる総合政策学部、先輩たちの中には卒業後その学びをビジネスに生かしている方もいます。私が総合政策学部で学んだことの中で一番強く感じたことは、自分が求めさえすれば何でも学べることです。おそらく皆さんも
入学当初と卒業した時に自分がすごく大きく変わっていることに気づかれると思います。総合政策ですごくたくさんのスキルを身につけました。で特にビジネススキルにおいてはそのプレゼン力だったりとか IT スキルだったり今のこのビジネス社会で欠かせない必要不可欠な要素をたくさん吸収しました。で今それが生きてまだ新卒でまだ2ヶ月という段階で40人をまとめるリーダーをさせていただくことができてこれからはそのスキルと経験両方を持ち合わせて会社という小さな枠を超えて社会世界でもっと大きく活躍できるようになりたいと思います。将来この中からそしてこれからこの学部で学ぶ皆さんの中からより良い社会づくりに貢献するリーダーが生まれることでしょう。中央大学には学部での学びをさらに発展させる大学院専門職大学院があり現代社会をリードするスペシャリストを育成しています。専門職大学院としてアカウンティングスクール、ロースクール、ビジネススクールの3つがあり各分野のスペシャリストを養成しています。ここでは中央大学創立からの伝統を受け継ぐロースクールを紹介します。実学の精神にのっとりキャリア設計に合わせた豊富かつ多彩なカリキュラムを要し創立以来数多くの人材を法曹界に輩出してきたロースクール。高度化複雑化する問題にチャレンジし総合的な問題解決能力を養い実践的な法律を学ぶ場所。司法試験で常にトップクラスの合格者数を誇るのが中央大学ロースクールです。ロースクールではむしろ個別の法律やあるいは基礎的な概念というのはすでに受講生が習得しているということを前提にして個別の社会的な紛争を解決するための手段を学生と教員が一体となって考えるということを中心にやっております。授業を担当する教員がいわゆる研究者教員だけではなくして実務科教員の先生方も一緒になって展開していきます。特に学部の授業では講義形式で行われることが多かったのに対して法科大学院ではむしろ学生の皆さんからいろいろな考え方を引き出しながら教員と一緒になって考えていくということが極めて大きな特徴ではないかというふうに考えています。中央大学は長い歴史を有しています。この素晴らしい伝統を引き継ぐのは若い皆さん方であります。これから一緒に法律学を中央大学で学んでいきましょう。実務家による実践的な授業で法律家とはどうあるべきかを学び日本の社会をリードする人材を絶えず輩出し続ける中央大学。これから裁判官、検事、弁護士などを目指す皆さんを強力にサポートします。6学部から参加者を募り所属学部の垣根を越えて参加できる刺激的な学びの場。関心ある分野の高度な専門知識や能力を身につけることができるファカルティリンケージプログラム、それが FLP です。環境、ジャーナリズム、国際協力、スポーツ、健康科学、地域、公共マネジメントという5つのプログラムで社会に対する問題解決法やさらなる発展について学び学部での学びとはまた別の専門的な視点を身につけていくことが可能です。学部が違う仲間とのディスカッションや実践的なフィールドワークを通して複雑に絡み合う現代社会の構造を紐解き将来社会の中で自分の専門分野をどのように生かしていくことができるかを見つけることができるでしょう。例えばジャーナリズムプログラムの松野ゼミでは中央評論への執筆、出版活動、
多摩探検隊、子ども放送局などの番組制作を行っていて、学生が作り上げる作品は高い評価を得ています。将来広くマスメディアの世界で力を発揮できるよう日々取り組んでいます。また地域公共マネジメントプログラムの三船ゼミでは、地域経営と地方財政をテーマに新しい地域社会を作っていくために、公と民がどのような役割分担をすればいいか検討しています。地方自治体職員をゲストスピーカーとして招いたり、自治体を訪問したり、現場の声を実感しています。 FLP の活動は内外からも高い評価を受けており、数多くの受賞歴もあります。それぞれの専門分野からの意見や主張を通して、学びの場に知的な刺激が生まれ、自分自身が変化していくことを実感しながら学べる場所、それが FLP です。中央大学には3つの留学制度があります。海外留学生の受け入れや留学相談を行っている国際センターは、世界33の国と地域、156の協定校とのネットワークを持ち、毎年350名以上の学生が世界のキャンパスで国際交流の輪を広げています。学生自身が望む大学で学べるよう積極的なサポートをし、さまざまな奨学金制度の紹介も行っています。2011年3月には国際寮を開設し、新入生や世界各国からやってきた留学生が共に生活をしています。留学生との交流は国際感覚を磨き、生涯の財産となることでしょう。この国際寮に入寮している宮越さんに、ここでの生活について聞いてみました。毎日英語を聞いたりとか喋ったりするので、その最初はそんなになんか日本とかだとあんまり発音する機会がないので、発音の重要さっていうことに全然気にしてなかったですけど、気をつけるようになったらリスニングもできるようになって、去年と比べて英語ができるようになりました。続いてアメリカインディアナ州パデュー大学に留学した経験のある宮本さんにお話を伺います。アメリカのパデュー大学にはたくさんの国籍の人がいるので、こう一つの教室の中とかに、こうにアジア人だけじゃなくて、こうヨーロッパ人だったりとか、こう中東から来た人とかがたくさんいて、それはすごく面白いなと思いました。アメリカで9ヶ月間自分一人だけで生活していく中で、楽しいこともたくさんあったんですけれども、やっぱり言葉の壁などがあって、勉強面や友達とのコミュニケーションっていうところでやっぱり大変なこともあったんですけれども、それを頑張って乗り越えてきて、こう9ヶ月後こうやって日本に帰ってこれたことで、あ、すごい成長したなってすごい実感します。中央大学は国際感覚豊かな人材の育成に力を入れています。アカデミックインターンシップとは、在学中に専攻分野やキャリアに関連した就業体験を行う制度のことです。中央大学は全国の大学に先駆けて正規授業科目として単位認定されるアカデミックインターンシップを導入しました。アカデミックインターンシップは全学部で実施され、充実した受け入れ先が特徴で、参加学生数は年々増加しています。ここで実際にアカデミックインターンシップを経験した学生に話を聞いてみます。はい、僕は東京都狛江市に2週間インターンシップに行かせていただきました。きっかけとしましては、公務員か民間企業かとても悩んでいましたが、僕の中では公務員になりたいという気持ちがとても強かったので、その公務員になりたいという気持ちがよりもっと正確なものになればなというふうに思いまして、インターンシップに参加させていただきました。インターンシップに行くまでは、公務員という仕事はとてもお堅いのかなという印象もありまして、少し不安に思っていた部分もあったんですけれども、実際に行ってみて、とてもフランクな方が多くて、自分という人間も働くことができるなというふうに素直に思うことができました。こういった経験はインターンシップに行かなかったら、分からなかったことですので、すごく大きな収穫になりました。
今後の目標は、公務員試験にしっかりと合格をして公務員になるということですし、このインターンシップでの経験をしっかりと生かして、今後の生活に役立てていきたいというふうに思っております。ビジネスマナーやプロと一緒に働くための心構えなどを学ぶ就業体験前の講義・演習や就業体験後の成果発表など、実体験をより自分のものにするためのプログラムも充実し、学生をサポートします。大学時代は学問に励むのと同時に、自分自身の将来やこれからの人生をデザインするための大切な期間でもあります。中央大学はそのための独自のステップアッププログラムを用意し、キャリアデザインをサポート。多様な選択肢の中から自分の進むべき道を選ぶために準備されているプログラムです。ファーストステップはキャリアデザインプログラム。キャリアデザインノートによる自己分析やキャリアガイダンス、セミナーなどを通して自分を知り、社会とどう関わっていくかをイメージします。目指すべき将来の自分像をイメージするためのステップです。セカンドステップはより実践的な段階に入るキャリアデザインインターンシップ。実際に企業や自治体で働いてみることにより、自分の能力や課題を認識し、自分の将来像をより具体的にイメージすることができます。最後のステップ、サードステップは就職活動サポート。きめ細かい支援で個人の適性を発見し、就職活動を支援するのがキャリアセンター。就職ガイダンスやセミナーなどで学生をサポートします。中央大学では学力向上のみならず、知性×行動特性の一環として人間力、これを上げるためのプロジェクトを用意しています。一つは社会に出る体験をする、これは一つのインターンシップという形でやっております。二つ目はキャリアデザインワークショップという科目を用意しております。ここでは前に踏み出す力、これはアクションになります。考え抜く力、シンキング、チームで働く力、チームワーク、これを1年生の時から鍛え抜くことをやっております。さらに3つ目、これは C コンパスといいまして、実社会へ出るための力をつけていく、そして自分の足りないところはどこか、自分がどこを伸ばすべきかというところをきちっと把握して、どうやって早く社会人になっていくか、大人になっていくか、実世界に出るための力をつけて社会に出ていただくことを中央大学では考えております。中央大学の就職決定率は全学部平均で 97.9%、 あらゆる業界に数多くの人材を輩出しています。目指す将来を明確に形にしていく中央大学は、そんな皆さんのキャリアデザインをサポートします。大学生活をより充実したものにするために欠かせないクラブ・サークル活動。中央大学にはあらゆるジャンルの団体・サークルがあります。体育会系・文化系合わせて210以上の団体があり、学部や学年を超えた仲間が集まり活動を行っています。陸上競技場、ラグビー場、弓道場、体育館や柔道場など屋内外のスポーツ施設が充実し、アスリートをサポートする体制が整っています。また茶室や音楽練習室など文化系クラブの活動をサポートする施設も充実しています。箱根駅伝最多総合優勝を誇る陸上競技部、日本学生選手権11連覇を成し遂げた水泳部、他にも多くの団体・個人競技で全国制覇を達成しています。広大なキャンパス内の恵まれた環境で、さまざまなクラブやサークルが学生生活を活気づけています。このような活動を通してさまざまな経験をし、新たな可能性の発見やコミュニケーションが生まれています。試験方式は4タイプ。
全国17都市で入学試験を実施します。複数の出願をする受験生には選考料の特例措置もあります。例えば一般入試、センター併用方式とセンター単独方式を受験すると通常6万9000円のところ、同時出願であれば3万5000円に。また統一入試で法学部と経済学部と商学部の併願では通常10万5000円のところ、同時出願であれば2出願目以降は1万5000円に。詳しくはウェブまたは入学センターへ。